マルセイユの悪童シリル・アビディ。Je ferai de mon mieux encore une fois de plus pour gagner ce combat et pour faire plaisir à tout le monde. Soyez avec moi. K-1 Japan 期待の超新星堀開く。蹴りですね。僕の武器蹴りなんで、それ生かして、まあアビディ選手はパンチが強いんで、パンチで来ると思うんで、パンチしっかりガードして。今やグランプリベスト8ファイターの常連となり、個性的な輝きを放つアビディ。日本の超新星の挑戦にも全く気負ったところはない。それはキャリアから生まれる余裕なのか。一方の堀は高まる緊張感の中、かつての軽量級スター前田健作の下で磨きをかけた得意の足技を最終確認する。盛り、オープニングマッチで花を咲かせるのは日本の超新星か、それとも円熟味を増す喧嘩屋か。マッチから KO 必死の好カードという感じですね。堀選手というのはですね、はい、本当に武蔵選手に次ぐ、本当に将来のジャパンを背負って立つ男と言われてますんで。そうなんですね。まあ、初のですね、ワールドグランプリシリーズなんですけど、ちょっと注目してください。さあ、この堀開く K1 ワールドグランプリの舞台は初めてになります。ジャパンから世界を見に来た男、堀開くがシリル・アビディに挑みます。この打撃戦になることはもう間違いないと思いますが。そうですね、堀選手の得意なのはですね、はい、キックなんですよね。サウスポーに構えてミドル、ハイ、ローキック、そして膝、これが本当に上手い選手なんで。もともと大道塾空手のチャンピオンでした。そうですね、空手のチャンピオンからもう本当に K1 に憧れて、K1 のこのリングに立つためにもう本当にですね、ずっとトレーニングを続けてますね。はい、高校生の時に仙台の大会でこのシリル・アビディをリング上見たそうです。はい、この選手、その時の選手と戦うことになるとは。そうですね、で僕はアビディ選手を舐めてかかるとですね、はい、本当にいい、この特にミドルですね、効いちゃうと思いますよ。堀の武器はミドルキック、これが強烈です。この左のミドル、サウスポースタイルから繰り出していきます。ローにも蹴ってきました。堀開く、シリル・アビディはパンチで倒しにかかってくるのか。そうですね、左右のフック、前蹴り、アビディがぶらつきました。いいですよ、いいですよ、落ち着いてますし。試しに来た、膝を見せる、膝を来た、アビディもちょっと逆にアビディが武器になってますね。そうなんですね、ちょっとこれ効いてるんじゃないですか今の。ちょっと一瞬嫌な顔したのはシリル・アビディ、向こう側です。堀です、ローを放っていきました。アビディ、いい感じで堀選手のペースですけどね。左のロー、そして膝を叩きつけた、そしてミドル。サウスポーだからやりにくいと思うんですよね、アビディ選手も。それとこのリズム感といいますか、はい、ムエタイのリズムですよね、はい、どちらかといえば単発じゃないんですよね、ムエタイの本当にヘビー級の、はい、もう来ましたね、ちょっと効いてると思いますよね、右足にね。ノリカさん、ノリカさん、すごいですね。
ノリカさん、楽しみな選手が出てきましたね。いやいや、これは全然アベディ選手飲まれてませんしね、はい、アベディ選手の右の横腹がどんどん赤くなってきてますよね。そうなんですね。ここはしかしアベディもパンチを返していきました。残り10秒第1ラウンド、ま、左のハイキックを見せた堀井、まだ21歳ですよ。そうなんですよ、すごいですよね。今のハイキックもずっと狙ってたんでしょうね。こう下に意識をさせながら、言ってましたよね、意識させておいて上振るっていう。予想を超える堀の前線、セコンド陣も飽き立っていた。師匠前田健作は堀にポジティブなイメージを植え付けようと激励する。いい、いい、練習通り、作戦通り、作戦通り、最高最高、相手が出てくるかもしれない、その時しっかりガードガードバッチリだから、相手スタミナないよ、相手スタミナないよ。で、今何が効いてるかっていうと、堀のミドルとローキック、両方効いてる。うまくパンチでうまくいけたら、コーディネートパンチ狙わなくていいから、でパンチからローキック、うまく使ってごらん。で、相手のプレートガッツリガードしたミドル蹴ってごらん。両方セコンダー、皆さん喜んで、頑張れ、お前の日、第2ラウンドに入りました。ジャパンの超新星堀平空、アビディもこれ出てくることはもう間違いありませんね。ちょっと効いてるのもありますし、まあ、1ラウンドは本当に堀くんのペースでしたから、はい、いや長谷川京子さんも1ラウンドびっくりしたんじゃないですか、はい、そうですね、堀選手の蹴りが重いですね。確かにそうですね、アビディ選手かなり効いてましたよね。さあしかしここアビディだ、パンチ、左のパンチ、顎を捉えたか。あの堀選手のまだちょっと弱点と言われているのはこのパンチなんですよね。パンチに対しての防御、そしてちょっと打たれ弱いシーンが ね、 そうですね、今までもありますよね。そういう課題になってるんですけど、はい、本人はですね、レスリングをすごく、レスリングを日大で練習してきたんですよね。レスリングですか、はい、それで首を強くしてきてるんですけども、なるほど、首の強化ということなんですね、はい、さあ右のストレート、アビディ打ち抜く、ちょっと効いているか、レフリーがここは分けて入ります。バンテージ、グローブを巻いているバンテージですか、モンコンですね、モンコンが取れたんですね、腕に巻いているムエタイスタイル、このモンコン、これを取りました。さあ試合再開、デンロック、首を鍛えて臨んできたこのワールドグランプリ初めての舞台、左の膝、ボディが効いてるからボディ狙いですね。ちょっとアビディも疲れですかね、汗も出てきました。ノリカさん、これ堀はチャンスですよね。いや、チャンスですね、ガンガン行ってほしいですね。左の下、長坂さん、はい、宮家さん、堀サイドはね、アービディはね、スタミナないぞというふうに見てますね。そうですよね、ですからね、ミドルキックもそうですが、コンビネーションに攻めたいと言ってましたが、しかしここアビディだ、アビディの喧嘩殺法、喧嘩ライトでダウンを取った、ダウンを取ったのはシネルアビディ、左右のキックで膝をついた堀イラク、世界の舞台初めてのダウン、ここが経験なんですよね、やっぱり。しかしここから立ち上がった、こう蹴れ蹴れ、なおもパンチが来る、アビディラッパー、アビディはもう倒しに来てますよ、左のストレート、ここからですね、ここから粘れるか、返せるか、前蹴り、左右のフックアビディ決めにかかっている。この試合は3ノックダウン制、1ラウンドに3回のノックダウンでノックアウトになります。ここ大事な面はね、まだまだチャンスあると思うんですけどね、体を寄せてなんとかしのごうという堀平く、アビディ選手は強引にガードくぐりましたね、今中へ中へ大変、まだ堀平くの目は死んでいない。これはスリップです、ダウンではありません、当たりますよ、まだ残り時間第2ラウンド、その中で堀平く逆転を狙っていく、右のアッパー、アビディミドルキックを放っていきます、左右のフック、これも耐えた、これもスリップです。いや、長谷川京子さん、はい、耐えてるよね、お互いすごいですよね、堀平くのこの頑張り、アビディも決めにかかってくる、右のストレート、もう一発、残り10秒第2ラウンド、いや、堀選手のローキックも効いてるんですけどね、アビディはやっぱさすが意地ですよね、ベスト8ファイターの。ただもう一歩出られないのは序盤のローミドルが効いてるんですよね、効いてます。第2ラウンド、シリルアビディダウンは奪われたものの、まだ勝負は終わってはいない。セコンドから堀に激が飛ぶ。勝負。いい試合してる。上がるぞ。上がる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 。
セカンダー、いいぞ、いいな、最後ロー、ロー効いてる。さあこれからファイナル第3ラウンドに入ります。ファイナルラウンド、第3ラウンドに入りました。日本の新生堀開くジャパン、この舞台からワールドグランプリ世界の舞台へと飛び込んできました。相手はフランスの喧嘩屋シルダービディ、あとローが、ローが効いているが大丈夫か、一旦ブレミングストレート、アビディの右ストレート、しかしこれも耐えていく、ただこれ見えてましたから、なおも飛び込むアビディ、ここの喧嘩負けてほしくないですね、堀選手どつき合いになった、ちょっとフラフラしている、アビディはどつき合いに持ってってますよ、アビディのどつき合いに受けて立っているのは堀開く21歳、ミドル、いやまだ目は死んでないですから ね、 そうですよね、堀選手、一茂さん、一茂さんはどう見てますか、いや本当に、ね、堀選手、あーローだ、足首に入ったローでちょっと効いた、ダウンを取った、膝ですかね、左の膝じゃないですか、カウントが進みます。ここでファイティングポーズを取りました。第3ラウンドにもダウンを奪ったシルバビディ、堀選手はね、後半ここが勝負ですよね、ラウンドが重ねるごとにですね、はい、どう戦っていくのが堀選手の課題だと思いますから、ジャパングランプリ3位、しかし蹴り合いであの先輩武蔵に敗れました。その悔しさから世界の舞台でこのシリル・アビディとの壮絶な戦いに挑んでいます。ちょっとこれも2度目のダウンです。勝つのが遅いですね、勝つのが遅いということで、ダメですね、さあファイティングポーズを取れるかどうか、カウント8、もう1回のダウンがあると3ノックダウン制、 K1 のルールではノックアウトになります。1ラウンドに3回のダウンは期することができません。さあ堀開く痛めたかもしれませんね、堀選手も左のミドル、右足を痛めたかもしれない、そうですか、ちょっとこう軸足苦しくなってますね、先ほどのアビディのローキックにも痛そうに倒れました、はい、ハイキック、これはガード、左ノック、これもガード、気をつけてきましたよ、この辺がやっぱりね、本当に先輩の意地というか、ベスト8ファイターの意地ですよね。しかしそのアビディの足元に足をスッと出しました。残り時間が1分を切っている右ストレート、これもかいくぐる。倒そうとしますね。ただアビディも相当疲れた。最後の意地を見せられるか。未来の輝ける星、堀開く。右足の、ね、内股に全部入っちゃいますからね、ローキックがね、アビディ。ここですよね。そのダメージが、右足をちょっと痛めてると思いますね。ここから粘れるか、残り30秒、しいです、ね、自ら未来を切り開くためにはここからの粘り、左のハイ、まだ打っていく、ちょっとしかし右足のダメージ大きい、右足ですね、右足がバックステップでかわしていきます。さあワンチャンスにかけるが、これもスリップです、すぐに立ち上がれば大丈夫、残り10秒、頑張れ堀開く、初めての世界の舞台で最後まで粘るか、あーと、これで3度目のダウンです。シリル・アビディ、ジャパンの新生堀開くから3つのダウンを第3ラウンド奪ってノックアウト勝利、惜しかったですね。堀開くジャパンを飛び出してこの世界に飛び込んできました。しかし喧嘩野郎シリル・アビディの前にも全く臆せず前に出ました。そうですね、まあ、本当に将来が楽しみだというところは見せつけたと思うんですけども、まあ、課題はいろいろあったんですけど、本当に光るものを持った選手ですよね、はい、長谷川京子さんもそのあたりは映りましたか、はい、長谷川京子さんにはそのあたりどういうふうに映りましたか、すごく何て言うんでしょう、本当にこんな大きな舞台で、はい、あそこまで粘って頑張った堀選手は本当これから楽しみですよね。そうですよね、のりかさんからも一言送ってください。いや本当にこれはお互いにとってすごく意味のある試合だったんじゃないですか、お互いに、ね、そう思います。アビディも2004年これからがあります。そして堀開くには輝ける未来があります。その中でフランスの喧嘩野郎シリル・アビディ、堀に対してノックアウト勝利を奪っています。Mais l'accord, là, putain. C'est celle que tu as. Comme si j'avais rien. Fallait mettre l'autre. Putain, c'est pas vrai. Parce que je voulais trop mettre en haut. Ça a fait l'effet ? Ça a fait l'effet, ben. Marche encore, donc ça va. Moi aussi, parce qu'on recommence tout. Toute la technique du début, donc c'est vrai que j'arrive à.
j'arrive pas encore à boxer de manière technique, donc je... Merci de m'avoir supporté encore une fois et toujours. そう。1ラウンド終わった時にふと生きるって気持ち生まれちゃって。でも良かったんだよ。良かったんだよ。1ラウンド良かったんだよ。あれお兄さん同じことやれば。でも最後は、もう1ラウンドみたいにガードしても、もう足が行こう行かなくて、ちょっとな今回調整する時間もなかった。スタミナかなちょっとな。だけどお前もうちょっとで倒せたよ、あの実際あの阿部選手とあの、まあ、戦ってみてどんな選手でした？強かったです。あのただあの何度かやはりあの蹴りの部分でかなり阿部、はい、選手ヒヤリとさせる場面あったと思うんですけど、はい、あのあたりは何かこう勝てそうなっていうようなそういったこう気持ちってのありました？やっぱそれが生まれたのが敗因だと思います。じゃ あ, あのちょっと油断が生まれたと思いますか？油断というかいけるぞっていう気持ちがもっと本当無心で1ラウンドと同じことをやり続けてればよかったんですけど。いけると思ったのにな。ね、思ったよね、1ラウンドね。体ブヨブヨだとしまう。